今日は簡単に、ダイジェストの作り方を紹介していきたいと思います。iMovie を開きます。前回はこのように、サイドバイサイド、ピクチャーインピクチャーイン、動画、写真の上に、違う動画を載っけることを紹介しました。ではこの次、例えば、4つ、例えば何かの背景の上に4つ、5つ以上の、動画を、このようなコマドを配置する方法で、ダイジェストですね、を、紹介していきたいと思います。基本 iMovie の iPad 版、iPhone 版は、レイヤーは2つ、これにプラスで、テキストが加わるのみです。ではどうすればいいのか。一度、もう一回最初のムービー作成画面まで戻ります。で、シンプルを選び、この時は何もない方がいいので、シンプルを選びます。はい。で、例えば、今回も事前に用意していた背景を入れました。で、この上にビデオを載っけます。ビデオは、例えば、ここでいろんなところに行ったよって写真じゃなくて動画で見せたいってなったとき、例えばここに、ピクチャーインピクチャー、乗っかってますね。で、ピクチャーインピクチャーの動画をクリックして、こう選ぶ、ここの部分を選ぶと配置を決められます。さらに、虫眼鏡を選ぶと、この動画をズームアップしできます。で、これをさらにもう一個乗っけたいんですが、例えば野球に行ったよっていうのを乗っけたいんですけれども、これは入れられません。もう再生ヘッド位置にすでにカットアウェイがあります。これが乗っかっているということですね。なので、これを、一度書き出します。ビデオを保存して、1080。このようにビデオをやりくりしていく方法なんですね。で、ちょっと名前忘れていましたが、もう一回戻さなきゃいけないんですけど、やりくり、例えばですけど、やりくり、ダイジェスト、やりくり、1にしましょうか。で、ごめんなさい。もう一度、今書き出しましたが、もう一度書き出します。ビデオ保存で、HD1080 で書き出されました。で、戻りて、これ、いらなくなったので、捨てます。で、このやりくりは残して、さらに、やりくりのところをやめて、もう一度、ムービー、シンプル、作成。で、もう一度、追加した動画を入れます。このようになっていますね。さらに、ここに、入れたい動画を乗っけます。はい。そしたら、ここに乗りますね。で、このように、ピクチャーインピクチャーの動画を選択して、このように配置していきます。ちょうど、つら合わせできるようなところがいいですね。ですね。で、これでもう一度戻って、一回名前を、ダイジェスト、やりくり、2。で、完了。これで、ビデオ保存、HD。このようにやりくりをしていくわけです。例えば今回は4つまで作るとしますので、さらに、プラス、ムービー、シンプル、作成。で、最後に追加したビデオを今のを入れると、はい、このようになっていますね。で、さらに入れたい動画を選択し、こういうのとか入れましょうか。前回もちょっと入れてますが、こういうのですね。こういうの入れて、また調整をします。はい。で、書き出し。また名前を。ダイジェスト、やりくり、3。で、完了で、ビデオ保存。で、HD。
1080です。はい、このようになりました。で、もう一度最後、ムービー、シンプル、作成。で、最後に追加した先ほどの動画を入れます。絵になってますね。で、すべてのところから、自分でもう一度入れたい動画。これにしましょうか。いや、こういうのですかね。はい、こういうのを入れて。はい、こうですね。伸ばしていきました。これ、もっと自分のところを使いたい向きは、このように調整していきます。進路の部分にしたいというときは、ちょっとやりづらいんですけど、はい、出てきましたね。うん、こういうふうになります。で、場所を変更します。はい、場所を調整できました。で、戻って、名前を変更します。ダイジェストのやりくり。これでもう最後なので、ミックス。英語にしますか。X。で、ビデオ保存。HD。はい。で、OK して戻ります。で、どこにかというと、最初のプロジェクトに戻ります。で、これはまたちょっと綺麗なやつで作り直しますが、入れて、さっきのミックスのを入れると、あ、失礼しました。これは違いますね。これだ。これを入れると、この動画が終わって暗転した後に、これが伸ばしすぎなので、終わって、反転してこのような動画が流れます。で、さらにここにテキスト、真ん中の部分をいろんなところに行きましたと。2人で、たくさんの思い出を、あ、こっちの方がいいかな。たくさんの思い出を作りました。どんな感じですかね。たくさんの思い出を作りましたという感じです。このように、複数のレイヤーを重ねたいときは、プロジェクトを新たに作って書き出してやりくりしていく、これが大事です。これがダイジェストの作り方です。今回は以上になります。ありがとうございます。